東韓協会は中華人民共和国領名称、新洋市大東区に位置するプロテスタント協会。中国東北部でも最も歴史も古く規模の大きなプロテスタント協会の一つである。ここで朝鮮五神約聖書が初めて作られて朝鮮半島へ送られた。名称は当時は法典と称された市外部の城壁の大東門のすぐ外側に建築されたことによる。 ジョン・ロスは、スコットランドの合同長老教会から満州へ、派遣された、宣教師で、はじめ栄光に上陸したが、後に、法典に移り、1889年ここに、教会堂を建てた。1900年の義和団の乱で破壊され、1907年、再建され、文化大革命で被害を受けたが、その後修復され、1992年に拡張も、行われ、 1998年には5階建ての新都会館も建設された。2007年の剣道100年祭が行われている。現在、礼拝は正門から入ってすぐ前の由緒ある1階建ての教会堂で行われていて、日曜礼拝にはこの後方の新都会館へも優先テレビ放送される。教会堂の右側にジョンロス記念館がある。 ジョン・ロスは朝鮮族の人物と出会い、東韓教会で新約聖書全館を当治で初めて、朝鮮後に翻訳、1887年にシンガポールで印刷後に朝鮮半島に送った。この教会には今でもジョン・ロス記念館が保存、公開されていて、中国の朝鮮族、朝鮮半島のキリスト教発展のゆりかごの一つになっている。なお、 朝鮮族の教会は、現在信用の朝鮮族の2つの町の一つである、斎藤地区に斎藤教会がある。ありがとうございます。